そ始まりましたさあ今回は英文解釈講座いよいよ次第編に行きますね今までずっと国立の問題やってきたんですけどいよいよ私立大学で出てくる和訳問題やってみたいと思いますはい今回も早稲田法線寺から早稲田合格塾も提供してるのかなの提供でやっていきたいと思います今回扱うのはそうです僕の出身ですねうわうわうわってやつですね KO いきましょう はい。ということで、慶応大学文学部2021年の問題を扱っていこうと思います。まあ、毎回ね、慶応の文学部っていうのはですね、国立みたいなもんです。本当に記述の問題になっております。で、しかも辞書持ち込み可ですからね。だから、その分、 きちんと訳してやんなきゃいけないって言われますさらに辞書を引いても答えられないようにというか差がつくような問題が作られますのでそうなんですよいろんなとこを聞いていきますでえ、辞書を引けるのにどうやって難しくするんですか まず構文ですね辞書を引いたところで公文はわからないですからもちろん公文が辞書にね多少載ってはいるんですけども単語の意味が分かっても公文を見抜くことっていうのはなかなか難しいですね。なんでまず公文を難しくするっていうのが手なんですよ。さらにには文脈に応じて 適切な役を導き出さなきゃいけないっていうのがよくありますね。一つの単語でも複数の役を持ってたりするわけじゃないですか。その中でどれを選ぶのか、適切な語を選ぶっていう時には当然文脈が必要になります。文脈っていうのは辞書には載ってません。辞書には文脈はありません。だから文脈を見てきちんとその適切な語を選ぶっていうことになりません、ね。なので、構文と文脈がとっても大事になるものだと思ってください。はい、では行ってみましょう。Old-fashioned archaeology has undergone a dramatic change in the last という方がありますねオールドファッションです、ねはい、昔ながらのってですね。アーケオロジー大丈夫ですかアーキフルイとかっていうやつですけど、アーケオロジーですね。ちょっとスペルが違います、ね。A がないですけど、昔ながらのですね、ちょっと一昔前の考古学っていうのは has undergone ですね。undergo ーーっていうのはこれを減る、経験するとかっていうやつね。A、dramatic change ですね。はい。変化を経験する、変化を減る。劇的な変化を減ます。これはよく使いますね。undergo ーーと change はよく使うことがありますね。で、in the last two decades って言って、 ここ20年間でとか、過去20年でってやつですね。このまあ、over とか for とかが使われることも多いですね。over the last two decades とか、for the last two decades、ね。このラストのところは、past になってることも多くて、over the past とか、for the past ってなってることも多いです。で、last や past が入ってるんで、過去のことだと思いがちなんですけど、 基本は完了形と一緒に使う表現ですねハズアンダーグオーンになってますよね完了形とこいつら使うんだだからまあ過去何年ってよく大学受験では訳されるんですけど TOEIC とかだとここ何年って訳されたりすることが多いですねここ何日ここ何週間とかっていうので出てきたりしますはい。だからすごい変化が起こったって言って The number of discoveries has exploded to the degree that authors invariably include a plea for forgiveness for the inevitable revelations that will occur in the waiting period between writing and publishing. これは分かれば、はい、はいはいはいって感じなんですけど、分かんないとですね、これ何言ってんだろうそう、文脈が分かんないとこれ何言ってんだろう公文が分かんないとこれ何言ってんだろう辞書引いても分かんないんですよ。単語自体はですね、そこまで難しくない。まあ多少 invariably とかですねあ、分かんないな。辞書引きたいですね、そんなんね。まあだ、The、plea とかも知らないんだったら辞書引けばいいです。でもそれが分かったところで答えは出ないですね。じゃあ、公文分析しましょう。 長いはいさあできましたかねそれでは見ていきたいと思いますねあーこれカメラこっちいっぱい開いてる状況になってんだねこれはいではいきますねはいまずはここね発見だよね発見が爆発した って言ってるわけですけどまあ発見が本当にバーンですね科学者さんがなんか見つけたでバーンみたいなそういう意味ではありませんディスカバリー発見はしてますねあ、カバーを取るっていうとこから来てますねはい、カバーが離れるで、ディスカバー発見したでそれがハザクスプロデッドっていうのは数が爆発するってことですよ爆発的に増えるってことですすごいボンとたくさん出てきたとでどれぐらい増えたんだいって言ったら To the degree ですねこの程度増えたんだよこれぐらい増えたんだよ っていうわけですね。degree 語源講座でやってますけど、grade ですね。g r d e っていうのは gradually なんかと同じですね。これ段階がここまでいってるみたいな感じなんで、はい、こんぐらい増えたんだよ。はい、どれぐらいの段階まで増えたんだいって言ったら、これですね。Authors たちが こうやって言わなきゃいけないぐらいだよっていうですね。はい。同格の雑ッですね。同格の雑ッって何でもかんでも取れるわけじゃないんですけど、思うとか言うっていうのが基本になるんですけど、こいつ思うでも言うでもないので結構厄介です。で、はい。これぐらい、えー、著者たちが含める。で、invariably ですね。えー、very は異なるですね。variable っていうのはその異なるのがあるよっていうので、まあ、variables、変異するもののね、やつのことを言ったりしますね。で、various 様々なとかあれです。で、それがこと、 しない。ならないんだから、いつも同じです。だから、必ずとかですね。いつもこれを含んでいるぐらい。で、何を含んってるのってったら、please ね。お願いですね。懇願とかってですね。で、何の懇願ですかさ、for forgiveness ですから、許して、ちょんまげ。<laughs> 許してちょうだいよっていうのを踏んでるよって言ってます。で、for ですね。はい、このことについて、 許してよってなるわけですよ。forgive 誰々 for ことってやつですね。だこのことでごめんなさい。っていうんですね。このことで許してちょうだいってことです。で、こういうのやるとですね。まあ、皆さん結構大丈夫だと思うんですけど、いるんです。本当にフォーが2回重なってもいいんですか？とかっていうですね。そう、勝手なルール作んないでくださいね。to が2回重なってるんですけど、変ですよ。とか of が2つ重なってんですけど、こんなあのいいんですか？とかいう人うに構いません。 今回なんか、かフォー、フォー、フォーなんですけど、いいんですかフォーが3つもとかって、本当にいるんですよ。大丈夫です。はい構いません。許して。ってで、何か関してイネブラボル。これよく出ますね。はい。エンして、エビ i ト避けるですね。はい。避けられないってことですね。だから、アンナボイラボルなんかと似てますね。あんして、アボイド避けるでいいものですね。まあ、よく出るんですよ。でもう避けられない、l a t i シ n ンですね。はい。これ とかですねこうすごい大発見みたいなやつですね Revelation Reveal から来てますねベールを取るっていうやつがねもう似てますよねカバーを取るベールを取るですねはいそういう素晴らしい発見で Double occur、ね、起こると、ね、ここで起こるはいどこで起こるんですかって言ったら In the waiting period です、ね、待ってる時に起こりますって,ってす、ねはい、待ってる期間です period、はい、どういう期間って言ったら e t w e e n あ、これビトゥインです。バイザーウェイみたいなんですね。BTS じゃないですかね。はい。BTW ですね。Writing と Publishing の間の期間に、まあ、起こっちゃうと、避けられない起こっちゃう発見ですね。それを許してちょうだいっていうふうになるよって言ってますね。格好がめっちゃいっぱいつきますね。<laughs> えどういういことそうですねこれだから状況がちゃんと分かったと私本格人間ですからよくわかるわけですよ、えー。例えばこういう発見系のものは別にないので英語の本って別に新たな関係代名詞が発見されましたとかってあるわけないのでそういうことはないんですけどもこういう考古学っていうのはですねこう書いた時にはうわー素晴らしい発見だこうこうこうだからきっとこうに違いないっていうふうに書いたと。でそれがパブリッシングですね本ができるのでそんなすぐできないですからそれが 実際に発行されるま,でです、ね、まあ本だったりとか論文だったりですねこの論文が作られてそれが実際に出るまでですねそれが発行されるまで発刊されるまでまあ本の場合だったら出版ですねだから出版とか発刊とか発行とかですね論文が出ることもパブリッシュですから書いて論文が出るまでの間に実はもう別の発見が起こっちゃってるとかっていうのがそういったことが起こっちゃうんですよ。っていうことはさ「すごい大発見だ!」って書いてあったけど実は違いますとかですね実はもっとすごい発見がありますみたいなのが書かれてる ちゃううっていうですねそれぐらい発見の数がいいっっっぱい増えてててたんだよよ言ってるわけですよだから発見の数がめちゃくちゃ増えたでどれぐらい増えたのって言ったら書いてそれが出るまでですね発刊されるまでの期間に起こるもう避けられないものですよ起こる発見があったら「すいません許してくださいね」っていうのを 必ず著者たちが含んでいるその論文書いてる人たちが含むぐらいたくさん発見がボン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 たくさん出てきたんだっていう風うに言ってるわけですねはいどうでしょうかこれうまく訳せましたかそうですね訳すときはですねこれ今カッコいっぱいつけてるじゃないですか自分自身実際慶応の文やってたときはですねその慶応の文の勉強してたときはこのカッコをつけてでこのカッコ内を日本語に変えてましたそれぞれのカッコを日本語に変えてでそれを後からこう組み立てて,てですねパズルのようにこれがだから日本語に変わるわけですよでそれを綺麗な日本 今後に変えていくっていう下書きを書いてましたね。まあ、経営の文学部、辞書を引ける分だけきちんとした国語力見てますから、そうですね。綺麗な役にしなきゃいけないので、自分自身はそういう風にやってましたね。時間結構あるんだけど、文学部って。だからそういう風に綺麗な役を作る時間っていうのに当ててましたね。はい、どうだったでしょうか。ぜひですね、いい役書いてですね、もう他のね、視聴者たちをうならせるような役を書いてもらえればいいんじゃないかと思いますので、やってみてください。はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。